はい、どうもこんにちは。じゃあ今日もみんなにもレッスン11を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはどのくらい。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example であるパーソン A and B I'm not ready パーソン S です。どのくらい日本語を勉強しましたか。パーソン B 3年勉強しました。By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm going to show you how to do it. じゃあ、example ね、パーソンエッセンス。どのくらい日本語を勉強します ?OK, we have to make past question. どのくらい日本語を勉強します ?past question. エッセンス。どのくらい日本語を勉強しましたか?どのくらい日本語を勉強しましたか。パーソン B ね、3年勉強しますパスト、3年勉強しますパスト。パーソン B です。3年勉強しました。3年勉強しました。 You can also say 3年間勉強しました。じゃあクエスチョン1ね、パーソン S です。どのくらい東京を滞在しますパストクエスチョン。どのくらい東京を滞在します ?Past question. 東京に、東京に。Person S です。どのくらい東京に滞在しましたか?どのくらい東京に滞在しましたか ?Person B ね。1週間滞在します ?Past。1週間滞在します ?Past。B です。1週間滞在しました。1週間滞在しました。じゃあクエスチョン2ね、パーソンエッセンス。どのくらい学校をフランス語を学習します?ファーストクエスチョン。どのくらい学校をフランス語を学習します?ファーストクエスチョン。プレイスで、プレイスで。じゃあクエスチョン2ね、エッセンス。どのくらい学校でフランス語を学習しましたか。どのくらい学校でフランス語を学習しましたか。パーソン B ね、6ヶ月間学習しますパスト。6ヶ月間学習しますパスト。じゃあ B です。6ヶ月間学習しました。6ヶ月間学習しました。じゃあクエスチョン3ね、パーソンエッセンス。どのくらい歌歌いますパストクエスチョン。どのくらい歌歌いますパストクエスチョン。エッセンス。どのくらい歌を歌いましたか。どのくらい歌を歌いましたか。パーソン B ね、30分間歌いますパスト。30分間歌いますパスト。B です。30分間歌いました。30分間歌いました。じゃあラストはね、クエスチョン4、パーソンエッセンス。今日どのくらい映画見ますパストクエスチョン。今日どのくらい映画見ますパストクエスチョン。じゃあエッセンス。今日どのくらい映画を見ましたか。今日どのくらい映画を見ましたか。パーソン B ね、2時間見ますパスト。2時間見ますパスト。B です。2時間見ました。2時間見ました。じゃあこれでね、今日のスピーキングの練習は終わりです。次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。